できるけど心理的にそんなことするって思ってるけど、まあ竹雄さんちょっと、うん、あのクレイジーだからやるかも。クルメイト、たまには初手ボタン押すか。ナイボー、ナイボー、めっちゃ連打したのに負けた。はい、僕一人めっちゃプロゲーマーなんで。はい、誰怪しい人？ん、あの中野アルマがインポスター3連続引いてるんでね、まあ4連続あるかな、うん、あメタ4、ね、じゃあゼロ釣りましょう。タスク遅いアルマだったら釣ります。次終わってなかったら釣ります。もうサボタージュ行かないと話は早いと損だな。サボタージュ行かないからなって、それ通常営業じゃねえか。通常営業なんだよな、それは。いないね。で、足赤めた。ゲン。もう2キロ。ボロ。はい。え？え？オッケー、オッケー。赤めたさん？赤めたさんはね、もう2秒前とかだと思います。あれ、ふーちゃんはエレクトリカルのあの配電盤のとこに死んでました。一応シン様とすれ違ってるけど、多分さすがにあの時はキルクルは来てないと思います。メイン開いてすれ違いました。はい、いや、ふたわしさんでしょ。いや、これね、竹雄さんそう思うと思うんだけど、うん、ね、キッチンで赤メタさんと僕が踊ってたんですね。はい、うん、で、竹雄さんがバーガーかなんかやってたのかな、わかんないけど、左、右から来て、竹雄さん上に行ったでしょ。弁当から来ました。まあ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 、まあ、で突っ込まないで。で、僕は、はい、そう。で、赤メタさんが多分バーガータスクをしに行ったのかな。で、僕は展望の方に行ったんですよ。うん。で、ボタンなんだけど、本当に2秒とか3秒とかだから、弁当から出てきてピュイってやってるかな。そしたら、ケンさんしかなくなるけど、ケンさんは？これ、私も疑われちゃうのか。ただね、私もね、アルマさんと赤メタさんを武器庫に残した状態でコックピット行ってるんですね。あー、めっちゃもう序盤っすね。で、その後僕シン様 と、メインですれ違ってます。ゲン最後武器庫の方に行きましたよね。あ、はい、なんかお肉あるかなと思って、うん、コックピットから、うん、そう、レポートの 3,4 秒前ぐらいに通信室あたりでゲンさんとすれ違って、僕はコックピット、ゲンさんが武器庫方面に行ってます。うん、で武器庫で僕とゲンさんがすれ違って、その時は、赤メタプテラスがキッチンで踊ってました。うん、うん、はい、うん、じゃあ慎太郎さんも弁当は厳しいってことですね。エンジンキッチンとか。手足さんを白とって弾くならば、原始点は竹雄さんか慎太郎さんかな。あ、手足さん視点で僕ってなくない？いや、ないことは言えない。でも、僕、うん、キルしたと思わないでほしいけどね、竹雄さんには。僕はプテハスさんよりはゲンさんかなと思ってて、プテハスさんと赤メタさんが踊ってる情報はゲンさんは分かってないと思ってるんで、ああ、なるほど、ね。僕がそれを目撃してたのも分かってないと思うんで、ゲンさんの方かなとは思ってるんだけども、うん、っていう感じ。ジミア宿舎脇金庫からのアーカイブで終了です。第5エンジンは右の容疑者です。ケンに入れたかった。キップ入れてる僕。僕が入れてます、ゲンさん。僕も入れてます。アーカイブ脇で最終シャワーです。誰とも会ってません。誰も来てません。ゲンプテ足どっちかでしょ、とローラーでよくない？なんで僕が弾けないの？ごめんなさい、30秒経ってないんですけど。ナイス。あざす。左で
あんだけごちゃごちゃしてたら右のキル詰めれるんじゃねって思う、うんうんはいうん、で最後なんか藤見さんアーカイブ来たって言いました。はい、アーカイブの弁当を一生パカパカしてました。おお、なるほど。僕一応アーカイブ脇でリフトのダウンロードやってアーカイブ戻ってシャワーのタスクでシャワーでタオル拾って終わりなんで、僕は誰とも会ってないって感じです。シャワーもチラッと入りましたけど、まあ上の方だけですね。あと、うん、あげプテさんの話をそのまま受け取ると本当に数秒前に、はい、2、3秒とか。もう2、3秒なんじゃない？だったら、竹尾さんも慎太郎さんも、その2、3秒の時点で私と会ってるわけだから、私できなく見えません。まあなんか、僕とか竹尾さんが源さんとすれ違って、まさにレポートの瞬間に切ったとかがあるんじゃない？赤目田さんを。でも私、武器庫方面、甲府来てから抜けてますよ。どこへ？通信スマイ通路。で、武器庫の中入って。違う違う、それは違う。ゲンさんは武器庫からキッチンの方に向かってた。ん？ああ、まあまあそこまででもいいですけど、とりあえず私コクピットの弁当を使う位置には絶対いませんよ。うん、使えない使えない。武器庫からキッチンに抜けて切るっていうことっすよね。そうそう、疑ってんの、はいはい、キッチンから展望まで私が行って切った可能性を皆さん追ってるってことでいいですか？あ、竹尾さんと武器庫ですれ違った後にキッチンで切るっていうことじゃないですか。でプテアスさんの感覚値ではなんか、うんね、弁当切るみたいな話が出てたんですけど、私は少なくとも弁当切りはできないってお伝えしておきます、ね。うんうん、いや、まあ、例えば弁当があるんじゃないかなと思ったの。その、うん、僕はゲンさんが言ったことなんて知らなかったから。うん。うん。なるほど、なるほど。だから右のよ、まあ、左はまあ、ゲンプテ、で、右、うん、まあ、右でいいんじゃないですか。うん、右が、浮いてんのが藤宮、畑迫、タイト。はい、そうです。結局、容疑者一緒が僕のセリフもあるから、4人ずつ。そうですね。あ、え、原さんじゃない普通に今の証言からして。え、ここは証言的にプテアシさんの方がちょっと濃いかなとは。うん、まあでもプテアシさんはわざわざ竹尾さんに見られてる状況でキルするのっていうのがあるかなと思う。まあ、スキップレオナさんのキッチンまでどの程度まで届くのかによると思うんですけど。うん。そうですね。ゲンプテローラで一度釣れると思うんですけど、まあ、僕を弾けないって言うんだったらもうどうしようもないですね。死ぬしかない。畑迫、マルマ、藤宮、セキュリティ下のアップロード場所で発見で、そこら辺にいたのは畑迫アルマがそこら辺にいました、ね。そうですね。竹尾さんはどっから来たの？畑迫さんがカメラのとこにいたのは見てます。うん、ここはカメラのとこまでしか行ってないから。まあ、竹尾さんは僕視点は弾けます。あ、そうなんだ。僕貨物から下った時に竹尾さんが下から来たからちょっと怖いと思ったけど。あとカメラで慎太郎さんがアーカイブ通ってるの見てるんで、慎太郎さん無理です。はいはい、実質点畑迫さんが怪しいかな。僕がビデオテープタスクを始めたときに畑迫さんがカメラの前にいました。うん。僕視点、初手切る源さんじゃなくなっちゃったんだったら、竹尾さんから。源さん最終位置どこですか？貨物で竹尾さんと見合ってます。あ、一回エレ聞きました、ね。診察のから貨物か。ドア開けた？今、扉開けたの僕じゃない？あれ違ったっけ？竹尾さん。いや、違う、そうだと思うよ。僕はゴミ捨てのところやってるから。ああ、じゃあ、画面見えないもん。ああ、そうなんだ。今回はいいと思います。うん。ハイトさんはどこですか、今回。僕は、展望デッキで停電直してます。え？藤宮さんじゃないよ。あ、停電直したのは僕です。あ、勝ち合ってると思います。右から2番目が一番最後に直りました。畑迫さんって合ってるわ。はい、何ですか？畑迫さんって原作を見てます。僕は見てないんですけど。僕も見てないですね。カメラまでしか行ってないんで。これどうしましょう、初手切る用意でやるんだったら、プテアシだけをどっ、ね、確定で慎太郎はない？僕、畑迫さん視点ないんですよね。
カメラでアーカイブに今回はね。ああ、じゃあ、初手切るね。初手切る。なんか、こう、やるのかな、でも、竹雄さんなら、赤メタさんと僕が踊ってて、はぐれた瞬間殺すって言ってるってことになるからね、竹雄さん。ベントから来たしか、ないって、最初に。なんか、右で浮いてる人とかが、もしかしたら、やってるかもしれないから、あんまりちょっと竹雄プテの戦いは微妙かもしれない。もう一回話します。なんか、それ思い始めてきたな。ここで源さんが。源さんを切るって、竹雄さんもしかりです。てか、僕今回切る無理ですよ、その石油に。無理無理無理。まあ、手が白だからこそ。一応インポスターで相方だったとしても、切る意味が、源さんを切る意味っていうのが、竹の、あ、ごめんなさい、プテ竹のどっちかがインポスターだったらないんじゃないかなと。停電開けてからちょっと時間経ってますよね。うん。タイトさんも、容疑者1ですよね。あ、でも配電盤は合ってる。右から2番目は。あれ？右のキッチって誰よ？これボタンあったっけ？ナイス。おお、内房。内房。はい。ナイスボタン。さっきの藤宮さんのセリフってないって、ないってことで誰も証明はできないですね。できないですか。源さんがその席方向に抜けていくのを誰も見てないっていうのはちょっと引っかかるけど。キッチン側から来てると思いますよ。誰も見てないってことは、藤宮さんのセリフは薄いんじゃないですか。まあ、てかそもそも畑迫アルマとすれ違った直後に石油下でセルフするのかっていうの、うん、あ、僕は藤宮も見てないんですよね。タスクやってたから。まあ畑迫さんが見てるならいいで、あ、でもエレキ見ましたよね、うん、あれも見てはいます、うん、僕エレキで結構な人とは、竹雄さんとか藤宮さんとかとすれ違った後にカメラ見てて、慎太郎さん見てなんで、行って帰ってくるときにアルマさんに会いそうだなとは思ったんですけど、自主点ではまあでも自主点なんでそれは。うん、ちなみに初手切りさ、仮に、赤メタさん切るか竹雄さんでもプテラさんじゃなでもなかった場合って誰が筆頭？あ、プテラさん目線アルマさんが切るって可能っすか？え、あ、わかんない、あまり右の浮き位置状況はわかんない。でもアルマくんレポートしよう確か。あ、そうそう、てか僕はもう動画がいても見れないセルフから下位置偽装してる、うん、だからキッチンか石油通路とか石油とかで切るしてたら、あ、てかそれは2切る、あ、まあ、難しいと思うけど、難しいか、まあ、相方のキルを置きそう。あ、ね、僕が左キルをしてるかもしれないってこと。そうそう、キッチンをして相方が石油とかでキルしてるのを、まあ、まあそれはすごい。今の原産キルを詰めた方がいいと思うんだけど、はいはい、そうしましょう、うん、やっぱまあでも結局タイトさんじゃない、ハタソクさん、ハタソクアルマフジミヤ、あ、タイトさんも弾きます、ね、僕は停電、配電盤開いてるのは多分慎太郎目線で合ってると思うので、うん、あの右から2番目っていう情報は正しい。藤宮、はい、ちょっと弾いてもいいかなと思ってるんだよな。動きがね、完全に死体探すムーブに入ってたから。はい、まあ、あと今、はい、僕エレキのね、上り下りとか。してます、うん。うん。ローラー怖いですけど、まあ、アルハッタ、アルサコ。アルハッタ。え、釣りますか？ここスキップれちゃったよ。悩みますね。いやー、決めきれん。なるほど、そっちか。配置して、じゃあ配置して、じゃあ。米さんも行く、米さんも行きます。じゃあ右行きます。僕左行きます。じゃあ僕も右行きます。はい、行きます。左とボタン行きます。ピタスさんと対抗位置だから僕も右行った方が絶対いい。はい、停電か。うん、じゃあどうぞ押してください。まあまあ、ボタン押してくれたのも、ボタンも押せたんで。藤宮武雄ってエレアケ、そって武雄さんが、まあ、プテハシさん目線どうかっていうことですか。いや、まあできるけど、心理的にそんなことするって思ってるけど、まあ武雄さんちょっと、あの、クレイジーだからやるかも。クレイジーでも僕、まあ、ていうか、うん、最初のキル、あの右側僕釣っ
った後タイトさんが白いっていうのであればもう藤宮さんしか容疑者残ってないと、うん、いや僕は初手宿舎金庫からのヌーノってアーカイブなんですけど、僕が弁当を使っていたとしたらタイトさんに見られる、タイトさんがエンジンメインで、はい、弁当を使わないでアーカイブからシャワーに下った場合は畑迫さんがそこにいるので無理、うん、うん、っていうまあ脇一をそもそも偽装してたんですけどね。あ、基本的にはアルマ・ハタサコを落として一郎落ちて、竹をプテハシに一郎いると思って動いてもらった方がいいんじゃないの、うん、はい、それでいいと思います。まあでも心理的には竹藤はどっちも、竹藤はあんまり見てないかな、アルマくん釣っちゃってるし、うんだね、うん、まあ、僕は好きだけど、藤宮さんがインポスターってことはアルマさんがセキュリティにいてゲンさんを見てないっていうことなんで、藤宮さんが行った時すでに死体になっていたが一番考えやすくはあると思います。タイトさんってその減産したいの時ってキッチン脇ですか、はい、脇はエンジン脇ですね、エンジンから切っていってます、うん、ちなみに昨日畑底さんに入れた人って 誰ですか、アルマくんともう一人。僕入れました。うん、僕はアルマさんに入れてます、うん、僕とプテラさんがスキップだから、アルマさん入れました、僕もアルマさんです。タコさん入れました。分からん。タイトさんがなんか引っかかってますけど。スキップどうかなって思っちゃったけど。うん。結果的に釣ってよかった感じはある。うん、なんか停電だからなんか釣れ。そうですね。確か色残ってる感はあんまないけど。うん、基本的に竹をプテハシに一郎だと考えて動いてもらえればいい。頑張ってください。そうだね。竹プテから逃げてください。やべえなこれ、タスクがえげつないところにある。やりに行ったな。あれ慎太郎か。タイトボール。停電1回目直しました。はい、タイトです。シャワーのタオル入れる場所に慎太郎さんのお肉が、はい、うん、あ、シャワーだと竹雄さんの方が怪しいかなっていうのが、僕カメラ見ててアーカイブにいる竹雄さんとプテハシさんがエンジン左。あ、待ってください。はい、慎太郎くんとプレハシさんは僕が貨物でタスクをしてるときに一緒にラウンジから左に行ってます。ラウンジから左に行って会っていて、僕はそのままエンジンの方まで行ってるけど、竹雄さんは戻って殺した可能性があるかな、じゃあ。じゃあ、両方イーブンですね。タスクはどうですか？僕は終わりそうですけど。いや、僕は、まあ、この人数じゃむずいわ。微妙。うん、決め打つにあれなんで僕は投票できないですけど、この盤面。まあ竹雄さんだったのか。じゃあ、タイトさんのセルフはない、否定はできないと思うので、タイトさんって僕が、はい、ラウンジ方面から来てるのを見てますよね。はい、で貨物室でタスクをしてるのも見てます。はい、はい、でそれで停電を直してるのも僕です。うんうん、そうですね。アーカイブ左に貼り付いてるの見ました。タイトさんはアーカイブから下って発見でしたっけ。アーカイブから下って発見です。うん、そうだな。竹雄さんのルートってどんな感じですか。プテハシさんかな。でもメイン脇でシャワー、アーカイブ、ラウンジあたり、でなんか、プテハシ慎太郎がいて、貨物でタスクをしているときに、うん、プテハシ慎太郎がラウンジから左に行った。そう、そこまでは合ってるんですよね。で、僕はそのままアーカイブからエンジン抜けているから、まあ、竹雄さんがやってるんだったら戻ってきて、その、キルして、で、ま、戻ってきてキル、もしくは、
ラウンジとかにいる、慎太郎を殺してるみたいな。あ、違う、違うのか。位置は。僕は今、鶴ならプテハシさんかなと思ってます。プテハシさんのがっぽいと思ってます。武雄さんはちょっと白く見てます。じゃあどうしよう。僕がクルーだから、じゃあスキップに入れてタスクにかけてほしいわ。僕ここ飲めない。タスクというか、まあ、リアクターの駆け引きですけど。あー、どうしよう。じゃあスキップに入れるね。僕はスキップに入れる。全然入れました。ごめんなさい。いや、ちょっとスキップ入れてほしい。いやー、なんでーどうしてー、僕じゃないのに。終わりだよ、お前ら。殺してやるからな。協賛か。マイサイト。いやー、惜しかったなー。惜しかったねー。さっきで狙えたなー。もっと惜しかった。惜しかったんだ、藤宮さんの発見が早い。いや、タスクしに行っただけなんだけど。はい。確かに、プテハシさん。刺繍が顔面に出てたんだ。あ、画面に出てた。全部発見早いな、そういえば。プテハシさん、やばいでしょ、それ、赤目田さん気でしたら。めちゃくちゃやばい。マジで踊ってましたもん。踊ってて、ステップ間違ったからぶっ殺されてって感じだったんで。武雄さん目線は合ってます。武雄さんのリアクションは白かったですもんね。だから多分、武雄さんも私の方とか、慎太郎さんもね、ゲットに多分、票がいったのはそのため。いや、もう笑っちゃって、あんなタイミングでボタン来たら、あ、これ死んだわと思って。赤目田しかも、ファッション出すしかなかったもう。しかも相方のセルフですからね。途中白く見ちゃったね。なんかゲンさんが死んだから、なんかここももしかして白白かと思って。そうそう、それでね、シーン様に縄使ってほしかったのに。うん。